はい。死因は睡眠薬による中毒死。暴行の跡や不審な点はないため、ほぼ自殺と見られます。自殺？あの入江先生が？そんな。そこ、子供は帰った帰った。私、入江先生と約束していたんですの。約束？はい、相談したいことがありまして。今朝早くに連絡したら、いつでもいいからいらっしゃいって。相談したいことって、ちなみにどんなこと？